はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アノルザスガーです。バイオハザードレジスタンスやっていきたいと思います。さあ、アップデートでね、本当にサバイバーがきついっていう話をちょくちょく聞くんですけれども、どうなんだろうという。俺も何千回やってるけど、そこまで苦戦はしてないんですけど、まあ負けるときは負けますけどねということで今回はマーティンで感染系のね、マスターマインド増えてきてると思うので、このボーダーベスト3で体力を大幅に上げて、ガスマスク3と2、これで感染度の上昇速度が大幅に低下するという。そして余ったところに改造マガジンさんで銃器リロードアップで、クイックドローアーミーやショットガンがめちゃめちゃ強くなると。そして、フラッシュバーンクールダウン短縮と、衝撃地雷クリーチャーが動けなくなるやつ。そしてこれですね、感染防護マスクで感染度の上昇量が大幅軽減。これ本当に感染しないですからね。マジで全然感染しないんで、ブルーハーブが全然いらないっていうのと、やっぱその感染して動けなくなったところで一気に攻撃されて死んじゃうっていうのが多いんで、そのリスクを一気に減らせるっていう。で、トラップを素早く解体できるようになるというやつですね。今回これで遊んでいきたいと思います。さあ、相手はランク32のダニエルということで、ほんとね、スレイブ中本当に強いんで、特にカジノがやばいんですよね。カジノゾンビの突進切り裂きか、あれほぼ即死級のダメージで、しかも剥がせないっていうのでマジで怖いんですよだから結構ね、そのダニエルが多いんですけど、しかも感染も上げてると思うんですよね。なので、まあ、感染は大丈夫だとしても、切り裂きだけは気をつけないといけない。で、フラッシュをガンガン決めていくという。まあ、結構今ね、マーティン強いんですよね。びっくりした。落ちたんかと思った。今回のアレックス博士の頼みが、はい、足クイックドラム。一番変わってる。で、グリーンハーフと弾、まあ。お前がここから無事に出ていくのは無理だろうな。うん。ここから脱出するのか。よし、行こう。エイサ、わかった。やってやるよ。ここに足元にワナダイブと見て、で固まっていかないとマジでカジノちゃんにぶっ殺されちゃうので、今までみたいな集まりはやばい。よし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 、オッケー、よし、スレイブ中ダメージ軽減ついてるな。よしよしよし、今のうちに、よし、これを急いで剥がされた、死ぬ。死ぬかと思った。オッケーオッケー、しっかり4人で行かないとダメ。時間もったいないから、みんなで手分けしてとかやると、もうかっこ撃破、かっこ撃破されるから。これはくたばらせるのに効率的な方法とは言えない。そのハーブは取ってもらう。命令は命令だ。よく見てみるわ。よし、サミュエルが来てから行こう。多分銃とかは入れてないと思うんですよね。よしよしよし、一人、OK、このまま、よし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 、オッケー、このまま連れてくる、オッケー、よし、んで、地雷を仕掛けて、ナイス、んで、そろそろここにスレイブしてくるかな。おっ、ほい、あー、そこの罠危ない今のうちで、しっかり全回復した。体力が完全に戻ったぞ。完璧だ。よし、んで、ボーナスゾーン、よいしょ、大丈夫か、逃げてお姉ちゃん逃げて。ほら、俺全然感染しないでしょ。まずい。オキシオッケー。ん、ひるむか、ひるみつけてる。あ、ちょ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 、お願いします。オッケー、しっかり締めておく、締めとこう。リッカーがいたような気がして、気のせいか、倒してくれたかな。電気つけて、よいしょ、ぬるり。なんだか気分が、よいしょ、オッケー、
よし、ね、完成しないでしょ。この先とした感じは何だ。うずうずする。オッケー。正直に言う、俺がでかい。あれ、そこで感染してたらそのまま噛みつき食らって死んでたからね。運命はまだお前らの味方かな。うい、うん、まあ、弾と、まあ、ショットガン来たらショットガン買えばいいかな。まあ、一応火炎瓶買って、まあ、もし感染した時用の。そう、調子こいてるとね、いや感染しちゃうんかいってなった時めちゃめちゃ足引っ張るから、俺は足を引っ張りたくねえ、誰にもな。リペアキット、おっ、これは全然安全じゃないよ。安全じゃないやつ来た。よいしょ、しっかり丁寧に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 、よしよしよし、体力上げてないね。ここでパンパンしてるってことは中にいるんじゃないかい。しっかりしたもんで、よしよし、みんなが向こう行って、向こうがいないことを確認してから行く。一人で行かない、一人で行かない、一人でできるもんしない。オッケー。何か見える。あ、裏に逃がした。オッケー。やっぱ体力上げてないですね。無駄よ。俺はもうしっかり必勝決めていけばなんとかなる。お願いします。ドア開けるわ。いる？いなそう。裏に逃がしたか。わあ、でも二手に分かれようか。これじゃない？違う。よいしょ。あ、リロードできない。お、ケミゾンビ発見。弾がゼロだ。よいしょ。ちょっと待って、こいつを倒してる場合じゃないんだけど。弾がない。そこか。ヨーリックを殺したな。ちょっとボーナスゾンビ探そうかな。ここではないと。オッケー。よしよしよし、ここにゾンビ出させて、先にあっちの警備措置を進めよう。よし、さすがにちょっと危ない。オッケー。よし。オッケー。大丈夫？よし。オッケー。フラッシュはオレンジコード兄さんに取っておきたいね。よいしょ。そうでした。そうだった、そうだった。 OK、 くぐる瞬間にやると意味ないんだよね。ちょうどタイミングよく行くかなと思ったんだけどな。そこ開いてる、大丈夫、閉めといてもいいな。なんか俺の罠誰か、ほら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 、気をつけてこい、気をつけてこい。救急箱を貸そうか。怪我だ。まあ、ここはいなくなってからでいいかな、押すのも。というよりグリーンハーブ欲しいな。覚えとけ、これも経験だ。よし、 OK。 で、出してくるかな。うおい、いいの引いたな。大丈夫。よし、チェック中。 OK。 なんか弾抜けしちゃうな。弾ちょうだい、これ。なんか気分が悪い。満タンだ。やあ、やめて。お願いします。死ぬとこだったよ。また戦えるぞ。死ぬとこだった。カッコマジですから。ナイス。ナイスフラッシュ。完成したみたい。オッケー。ここで。マジか。よいしょ。
よしよしよし、ボーナスゾンビをここでやっちゃおう。よし、オッケー、ミニガン、スパークショット、よし、よし、行こう、オッケー、オッケー、よし、足元オッケー、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 ここちょっとダウンしたらやばいな。リペアって、ちょっとこいつは痛みを感じない。このお休みにはぴったりだ。よしよし、やべ、よし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 、オッケー、オッケー、よしよし、安全に安全に、オッケー、よし、しっかり安全に行く、安全に行く、オッケー、オッケー、めっちゃ使ってくれてると思ってますけど、別に俺止める術はたくさん持ってるから、オッケー、今のところノー感染です。いいぞ、今日は思ってたより面白くなってきた、うん、あとはグリーンハーブとショットガン、ショットガン別にいいな、うん、これだけでいいかな。でグリーンブルーハーブ置いときます、味方のために。 OK、 んーで、よしよし、で一応まあ自分もブルーハーブ OK だったので、グッと、よし、え、買わな、持ってかないですか。あ、サミュエルがいらないって言ってるか。ブルーハーブ開けるじゃん、弾が必要ね、よいしょ、ちょっと待って、まずい、危ない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 、機関車が、よし、オッケー、サミュエルと先にこうやっちゃおう、閉めて、オッケー、俺が火炎瓶に行くと、あ、来てないな、ね、ここは一気に掃除します。てすげえダメージなんだけど、待って、あー、これをよいしょ、短縮入れてなかった、危ない、歯向かう敵は殲滅する、こっち地雷を置いて、ごめん、やばい、開いてんなあそこ、よいしょ、ちょっとここはもう閉まってる、ここはもうよし、あ、感染しちゃった、一回も感染したくなかったのに、よし、オッケー、まだまだ遠いな、ブルーハーブ置いてきたんだって、フルパワーだぜ、そこで買おう、よし、オッケーオッケーオッケー、手榴弾、気分が良くないわ、ちょっと火炎瓶あげる、使って、どうしようか、うん、ここちょっと入れて、命令は命令だ、うん、だまっ、あ、これ死んだ、弾薬がいる、オッケー、体力上げてるから、死ぬかと思ったよ、よし、オッケー、死ぬかと思ったよ、過去マジですから、弾がない、どこだ、こっちではない、あそこか、オッケー、この辺はもう掃除します、オッケーオッケー、あ、ついになくなった、よし、うん、さあ、こっちを間違えた、よし、バカ頭脳を見せつけて、いやー、頭脳、俺の頭脳聞いてないぞ、よいしょ、よいしょ、オッケー、もうあれは
旦切り裂きは使えないから、よし、ここは大丈夫。オッケー、待って、あー外した、ごめん。よいしょ、興奮してきた。よし、また間違えてグリアーとかとか。よしよしよし、オッケー、ナイス。弾がゼロだ。よし、ほらオープンリロードで一気に倒して、やばい、一旦下がろう、一旦下がろう。一緒一緒、ちょうど頭が見えない。そここで死んだ後、死体に平穏が訪れない。よしよしよし、一旦整えますか。フラッシュがいける。 OK、 火炎瓶、よし、 OK。うん、でフラッシュも溜まったので、オッケー、みんなオッケー、行こう。よし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 。あー、ちょっと待って、なんか掴まれてない。ちょっと一旦戻ろう、一旦戻ろう。人生とはこんなもん、こんなもんだ。うん、あそこ届くか。よいしょ、サミュエルが来てから行こう。あそこで順々に死んでいくのが一番やばい。向こうあれは持ってないからね、銃剣は。しましょう。オッケー、よしよし、俺も火炎瓶持ってこう。よし、使えるものがある。お、めっちゃ倒してくれてる。オッケーオッケーオッケー、大丈夫か。オッケーオッケーオッケー。で最後にオタクの力を見せつけて、足元注意です。よし、 OK という感じで。最高だよ、マジで怖くて最高だった。ほとんど怖かったけど、マジで感染しないマーティン強いんで、あの短縮も強いと思うんですよね、フラッシュ短縮とか。でもやっぱね、感染しないっていうのが一番大事な気がする。お前らのウイルスで人類は滅びる。あの感染した一瞬の隙で死んでしまうから、どのキャラでもね。なのでね、感染しない。他のでも、他のキャラでこれができるかは分かんないですけど、マーティンだったらこれがいいかなって個人的には今思ってます。では次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ニコライが相手の場合はマジで意味ないです。これではまた。